はい、どうも YouTuber のやすです、今回はですね、女性2人と、対談をしていこうと思うんですけど、恋愛マスターのお二人ですね。まず1人目がパイまんじゅうです。パイまんじゅうさんパイまんじゅうさんとアズニャン、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ今回はこの女性の本音を、うん、そうですね、いろいろ聞き出そうかなと。聞いてほしい、うん、思ってるんだよ実は。世の中の男性がなんかいろいろ言ってるけど。なるほど。じゃあね、いろんなこう赤裸々な話とかも、今日聞けるのかなと、ちょっと期待してるんですけど、このね、チャンネルは、男性視聴者がほとんどなんで。そりゃそうですね、モテを、モテたいっていう男性が多い、モテたい、で、ナンパにも興味があるみたいな、っていう人が多いんで、その辺を女性視点から、どういうナンパだったらいいと思えるとか、どういう男性がいい、誘ってもらって嬉しいかとか、とか、そう、こういうナンパちょっとついてきてないなみたいな、そう、そういうの聞きたいなっていう。例えばなんつうかな、普通なんつうかな、我々は、はい、普通やってるナンパは、やってるナンパはすげえ恥ずかしいなこれいいじゃないですか、教えてくださいよ。まだ見たことないですよね、ナンパするところ。YouTube だけではあるんですけど、ちょっとね、楽しませながら、ちょっと強気の態度で、女性をナンパするっていう、そういう感じなんですけど、大事。なんか例えばそのよく誠実系ナンパって言われてるやつがあって、誠実系ナンパをじゃあちょっと聞いてみようかな。いろいろ系統がある、系統がいろいろあって、例えば誠実系は、すごくタイプだったんで、はい、ピンポーン、はい、どうすか、ダメだね、おっと、なるほど、教えてください、でって感じじゃん、誠実ナンパ系はダメと、だってもう声かけられてる子ってそれ大体言われてるから、なるほど、なんかそんななんかご挨拶みたいな感じですね。そんななんかその人がどう思ったかとか感想言われても、ねって思わない、なんかでもそこでえっていうふうにはならない、すごいその人がさタイプだったりさ、じゃない子限りは、なんかそこで止まるってことはない。私普通に、あ、そうなんですね、ありがとうございますって言って会話進めてきちゃう営業みたいなんで、だからあとはほらいつも中国人っていうか外国人のキャラして、sorry, I'm not speaking Japanese。 知らなかったんだけど、そんなことしてる。そういうのをしょっちゅうやって、基本外国人だとほら、お前がちだから、そういうのをよくやって、あとは、sorry, I don't buy って、私はバイだから、ゲイだから、同性愛者だからごめんねっていうのもやって逃げていく。確かに女の子もその断り方で、男性にあまり傷つけないように、気まずくならないようなことをするよね。あとはもう、さっと、逃げられるっていうか、声かけてきたけど、その後もなんかこう、返されて、会話を続いてて、ずっと歩いていくの嫌だから、じゃって感じで、こういう感じで、やる。なるほど。それ大体、そうやってやったら、男は引き下がる？もあるし、あとは、私が例えば、こういうのもある。声かけてきた外国人がナンパしてきて、日本語上手なんだけど、じゃあ私お腹減ったからカフェ行こうよって言うと、カフェは嫌だ、 LINE 交換したいってずっと言ってくるので、私お腹減ったからもうカフェ行くねって言うと、じゃあって言って、バイバイって逃げてくるのはある。へえ。カフェに行ってお金を使うのは嫌なのか、彼からすると。ここで LINE 交換して次の子に行きたいから、だから私はカフェに行こうって誘うの、逆に。そうすると逃げていく。なるほど、お腹減ってるの、カフェに行きたいのって。そうすると、じゃあいいやって言って、攻めの断りか。攻めの断りだね。すごいな。要は男が望んでないような提案をして、そうすることで。そう。でもさ、ゆかちゃんは、いいですよ、ごめんね、パイまんじゅうは、どっちでもいい、どっちでもいいよ。パイまんじゅうさんはさ、なんだ、そういうコミュニケーション取るじゃん、自分から。私、取んないもん。あ、シカト派ですか？目とか合わせない。なるほど。最初の頃とかさ、もっとすごい若い時はさ、なんかニコとか笑って、あ、大丈夫ですみたいに言ってたけど、
なんかそういう風にしてもなんかあんまり向こう的にはさ、うん、全然まだまだみたいな感じ、ああいけるわこの女みたいな感じですか、本当になんだこの女ぐらいに思われるぐらいの態度にしちゃうかも最初から。私多分こうなったのは、うん、普通にレンタツとかこのヤスさんもそうですけど、うん、そういう人たちとナンパしっていうのに出会ったから変わりましたよ。今までは声かけられるじゃないですか、うん、こうかけそうになったら、うん、すぐシュッて言って、うん、あの避けていくの、うん、足歩くの早いし、うんうんうん、まず声かけるっていうことに、ナンパにあまりいいイメージがなかったっ、あ最初全然なかった、むしろ大嫌いだったし、うん、なんで呼び止めるの、イメージある人いるの、まずないよね、逆にそんなのまずいなかったよ、ナンパされたいから女の子いないと思う、たまにいる、たまに、そうなんだ、まず嬉しい、まずこの子はどういう人なの、嬉しいかもしれないけど、いや例えばね、過去にそのナンパで出会って、うん、あの付き合った経験があるとか、じゃあいいね、まあそういうね、うん、やっぱ過去の経験じゃないかな、確かにそうだよね、うん、だから嫌な思いした子だったらやっぱりあまりナンパに対していいイメージ持ってないし、うん、みたいな、確かに確かに、うん、確かにっていうことかなと、はいはいはい、じゃあ最近は割とナンパに許容、あすごく、うん、優しいよ、優しい、優しい、だって美容室千葉行ってたんですよね、うん、でそこの1階がカフェなんですよ、うん、でそこでエレベーターボタンを押そうとしたら男性が声かけてきて、うんうん、僕手品をやってますと、もうナンパってわかるじゃないでそれ見てほしいと、だからカフェにあの私入るけど、うん、じゃあそこで見てあげようかって言ってやって、うん、で私先飲み物買って、うん、で彼が向かい側に座って、うん、手品をやるのを延々と見て、うん、ダメ出しし、で1000円あったからカフェおごることもできたよって言うんだけど、うん、その1000円使ってあなた手品できないから自分で私はお金を払ったのよって言って出てた。そういうのもある。手品師もいろんな。それもナンパの手口でやってるから、うん、そうそう、それも。え、それ手品以外の話はなかったの？そこで何やってんのとかそう。あ、私のを披露するのも話かもしれないけど、基本的には、うん、その手品を見てあげてっていう手で来てるから、うん、そうそう、ちゃんと手品やってみたいな、そうそうそう、で次にやってって、次は何があるのって、それが最後なのって、私美容室の時間があるからあとナップあるよって言って、もうなんか分かった、主導権を握るっちゃうんだ ね、すぐ握っちゃうんだ、そうそう、すぐ握っちゃうから、なるほど、じゃあ割とナンパする側にとってはちょっと強敵かもしれない、あかもしれないですね、うん、確かにね、もうなんかもう番号をゲットすることとかも忘れちゃいそうだよね、もう、うん、最初の番号ゲットはなんとかこの女を楽しませるとかさんにはどうしたらいいのみたいな、主導権を持ってきたいみたいな感じになるかも、結果なんかさ、うん、落ち込んでましたけどね、うん、なるほど、でも楽しいナンパに会った時はやっぱり良かったなとは思う、うん、例えばどういうことですか、なんかね、うん、面白いトークするとかね、そうそうそう、なんかもう全然声かけないのに、うん、あ声かけなんかそのリアクション取らないのに、うん、マジめげずに、うん、あーそういうこと、しかもなんか、うん、面白いちゃんと面白いことを言って、もうその芸人並みのその、うんうん、なんだろう、笑いのセンスみたいな、うん、やっぱプッってなっちゃうじゃないですか、はいはいはい、もうプッってなったらもう終わり、もうこっちの負けだって分かってるの、分かってるんだけど、はいはい、もうプッってなるとも う、 もうそこで、ね、うん、もうちょっとこう、なっちゃう、仲良くなっちゃう、仲良くなっちゃうから、ちなみにその後はついていったんですか、ついてった、ついてった、ついてったって言ったら成功ですよね、もうなんならもうそこのカフェに行くまでにめちゃくちゃ楽しくなって、うんうんうん、え、なんならおごるよコーヒーみたいな、あ、すごい、その人すごいな、すごいすごい、すごい本当に楽しかったの、その時間が、本当15分とかだったけど、うん、でも番号は私だったからさ、そう、でもその人とまた遊びたいってなんなかった、なんないなんない、あ、そうなんだ、なんないなんない、マジですか、そんな、それまた別じゃない、あ、また別、あ、そっか、そ、男としていいっていうのか、その時間ありがとう、なんかコーヒーをもらしてくださいみたいな、逆になんかこう、そう、なんか事前ボランティアやってるのかな、うん、この人みたいな感覚だったけど、その時は、なるほどね、でも別にそこから連絡、うん、まあ、それはちょっとなんかまた別じゃないって思っちゃう、あ、なるほど、そこから、うん、じゃあ彼氏にとか言うと、あ、それはないわね、要はただ面白いだけのやつだったよね、そうなの、そう、ちょっと時間を埋めてくれた、飲みに行きましょうぐらいだったらいいけど、うん、付き合いましょうっていうのは全然違いますよね、うん、そう、要するにエンターテインメントだったから、うん、それをまた、はいはい、じゃあ来週も再来週もそれをしてほしいっていうふうには思わない、うんうん、なるほど、あ、でもそれ結構重要なポイントっぽいっすね、うん、なんか、そう、要はナンパ楽しくて、まあ、会話は弾むけど、うん、
かといって、うん、じゃあその後進展するかというとまた別の話で、別そう、うん、多分彼主体の話で私が楽しませてもらってたらそうだけど、うん、あた それを私主体の話で楽しませてくれたら違ったかもしれない、うんうんうん、ああちょっとちゃんと引き出してくれるというか自分の話も聞いてくれるし、こっちもさなんか知りたいなって思わないと、うん、その先なんかさあんまいかない、なるほどなるほど、あんまり確かに知りたいな、うん、パイマンジュはちょっと違う、パイマンジュはまた違う、パイマンジュちょっと違う視点から違う、ほらホイホイね、行くからゆかちゃん、まあパイマンジュは多分そのノリがいいから、ノリがね、ノリがいいから、そこになんか別に、うん、なんだろう、うん、あれを価値がどうとかあんま考えないもんね、うん、なんかまあ楽しければいいやみたいな、まあ、そうですね、だって、うん、まあナンパってほどではないけど、うん、一人で居酒屋行って、うん、多分、うん、上司2人と、うん、そのなんていうの、部下みたいな人1人、うんうん、男の子、若い24歳ぐらいの子がいて、うん、で私の隣が空いてたから、うん、上司たちに行ってこいって言われたらしくて、さっき隣来たのよ、うん、じゃあこんにちはって言って、いらっしゃいって、うん、な上司から言われてきたんだねってなって、うん、でそのママ的なポジションをすでに用意してるって一緒に飲もうって言ってなって、で最後上司たちは、うん、先帰っちゃって2人気になってでやっと帰れるじゃん、帰っていいんだよってなったんだけど、彼帰れなくて、うん、私が悩みずっと聞いて、うん、でその後駅まで送ってあげて、送ってあげてって一緒に行って、分かんないだろうから、初めてって言ってたから、新宿が、うん、じゃあバイバイってなった時に連絡先交換してくれませんかって言って、うん、で連絡先、うん、いいよいいよ全然、うん、また連絡してきたらいいよって言って、うん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 、でまた今さっき連絡来て、今度夜何時まで仕事してますかみたいな感じでお誘い来ました、うん、こういう関係を広げるような視点だよね、あ確かにそうですね、まんじゅうは、うん、なるほど、一昨日いつかな忘れちゃった、今週、うんうん、もう歩いてたら、うん、おじさんいや40歳ぐらいかな、うん、声かけられて、うん、ホルモン屋さんかな、うん、かの前にいたのね、要は客引きなのよ彼は、うん、そこのお店を建てた人なの、うん、で、あの店舗系なチェックっていうか、うん、まあ、どうなってるかっていうので来たらしくて、うん、声かけてくれて、うん、私食べる気ないしホルモン食べれないからって言って断ろうとしたら、まあ、とりあえず入ってくれみたいな感じで、うん、じゃあいいですよ、うん、ちょっとだけ食べましょうって言って食べて、で お酒とかもおごってくれて、じゃあまた今度仲良くなって、うん、今度泊まりに来たよって言ってくれたから、うん、今日は3日ほどお泊まり、うん、おお先をとうとうなるほどいただいて荷物置いてきてここに来た、なんならだからそのナンパされても、うん、あのあパイマンジュはなんかそう、うん、自分からこういう関係広げていくみたいな感じで、確かにマレーシアもそうですよね、うんうん、ね、あのほらあったじゃない、うん、ご飯屋さんで、であなた私声かけられてるからバイクで、うん、兄ちゃんに乗っけてもらってどんどん活用していくタイプ、そうそうそう、だからナンパさん的にはさその、うん、なんだろう、その目的があるわけでしょ、うん、番号ゲットする、延長するだろう、でも逆になんかこう、こそかさされて逆にもう利用していくぐらいのね、そうや、あそうか、ちょっとあんま参考にやらちょっと、うん、やばいやめなかったかい、ちょっと特殊なケース、特殊なのね、うん、これは割とじゃあ、アズニャンの話を聞いての方が、でもさ、こういう、なんかすごいさ、うん、断られて、うん、こういうパイまんじゅうみたいな女の子にナンパさんが出会うと、うん、そこでなんかこう、新人はいいかも新人向けには研修的な感じで、あの人とかとりあえず最初は行ってきなってだってやっぱさ、もう10人連続とかで断られたらさ、もうなんかもうダメかもみたいな、俺ってなんでこんなダメなんだみたいななる時に、てか何やってんのってなりますよね、天使みたいな、回復の泉みたいな、そうそうそうポケモンセンターチャージみたいな感じで、あそれありかも、やだ、ね、だからそういう渋谷にいてもらえると、うん、渋谷に近いですからね、たまに10人に1人ぐらいそういう子いると助かるな、それえでも逆にその吐き口でも逆にまあね、自分からあ本当にこの人いいなって思ったことはある、うん、そのナンパしてきた人、あのだってまずナンパほら、うん、出会うきっかけが今年の、うん、あそっか最近、うん、最近だから夏ぐらいだから、うん、なるほど、全然それまではもう却下、うん、却下却下、うん、確かに、あずにゃんはどう、ない、じゃあ逆にまあなんつうかまあこういう人だったらまあ付き合う可能性ありみたいなとか、ナンパしてきて、ナンパ難しいな、付き合うの、うん、うん、今のところ今のところはある、えないない、ない、考えとしてはないな、なるほど、ナンパしてる人、うん、
そうそうそう、っていう一個のカテゴリーに入っちゃう、うん、だからフレンドとして OK だけど、はいはいはい、そうすごい面白くて、はいはい、なんか、うん、例えばめっちゃなんかに詳しいとか、うん、そのなんかめちゃくちゃこれについて知ってても、うん、引き出しがめっちゃありそうみたいな人だったら普通に友達としていいから、うんうん、あじゃあ友達になろうかってなるけど、うん、相談したいなって時に助かるし、うん、でもそっから恋愛ってなったらもうめっちゃ長期戦覚悟してだってまずそもそもやってることがナンパだから、うん、恋愛っていう、うん視点で彼を見ないよね、うん、だってそういうことをやってるんだから、うん、恋愛をしちゃ、うん、しちゃいけないっていうか、あなるほど、うん、それをやりたいから他の女の子にもどうせナンパしてるだろうしみたいな、まあ、要はそれが彼、うん、こっちほら YouTuber さんで言ったら、うん、ヤスさんとかで言ったらそれが仕事だから、うんうん、恋愛しちゃったら、うんダメでしょって思っちゃう。めっちゃ考えてる。そう思いますよ、そういう人たちに対して。はいはいはい、まあ、こっち側を知ってればね、うんそうかもしれない。だから恋愛っていうのはならない。なるほど。なんか恋愛したくてナンパしてるんじゃないと思うから、うん、あ彼らがそのバッグ欲しいとかそういう目的があってでも別にそれはなんか私とはこう、うん、マッチしないわけじゃん、うんあはいはい、だから別になんかそこに時間ね、うん、使うのもあお互い向こうはがそのあんまり恋愛する気ないっていうんだったら、うんうん、当然ねこっちもそうそうそうならないよねそうそうそうっていうことでだからじゃあ向こうがすごいこう恋愛のつもりで恋愛感情を持ってきたらどうですか、うん、もう本当のガチのそれどうやって知るガチのあ分かんないけどだって、うん、そういうことを他の子にも言ってるかもしれないってまず思っちゃうでしょってことは彼の言葉自体を信用できないから人としてのちょっと付き合いが複雑すぎません、うん、なんか、うん、本当に、うん、本当にタイプでそうさっきタイプでとか言われるの嫌だって言ったけど、うん、本当にタイプで、うん、なんか本当にこれなんかあなたのこういうことが好きで、うん、なんか本当にあのちょっとだけでも時間ちょうだいみたいな、うん、なんていうのそのあれ本当かもこの人が言ってることって思ったら、うん、ちょっと違うかもあれってなるかもそこまでいければいいですよねそこまでいけるかどうかその多分その人の本当かなって、うん、言ってること本当かなって思い始めたらちょっとなんかこう心が開くかもしれないけど、うんうん、あと時間じゃないですか、うん、どれだけ一緒にいたかとか、うん、遊ぶ回数とかこう付き合う年数っていうか、うん、でもさそれは番号交換してからじゃないと無理じゃんそう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 だから、うん、番号ゲットとかでもそういうことですよね付き合うように見れるかどうかって言ったら、うん、実感が、うん、まあね、増えた方がねまあ確かにそれはねすぐ付き合うとかってね、うん、ならないよねならないしあと一目惚れをする人なのかどうかですよね女性がまずだって一目惚れそうそうそうかっこいいだから好きっていう風に言っちゃう女性だったらできるけど、うんうん、いやかっこいいねって、うんだからっていう目線で見ちゃうから私はあ、うん、そうそうでもそんなにさ女の子ってさ、うん、一目惚れナンパで一目惚れなんてないよ、うん、ナンパ だけじゃなく人に普通に男性に対して、うんうん、男の人の方が多いよね、うん、一目惚れねそうそうそうあ、まあ、男の方がねその外見を気にする、うん、そう入っちゃうからね、方がね、多いよねでもさすっごいかっこいい人がナンパしてきてもさ、うん、別になんかえってなる？いやわかんないなんかまあそんな、うん、すんごいかっこよくてさ、うん、モデルみたいな人がナンパはまずしてないと思うけどさ、うん、でもそういう人がナンパしてきたらなんか普通になんかモテそうじゃん、うん、あモテそうだし、はいはいはい、なんかまあなんか時間つぶしかなみたいなあ逆に警戒しちゃう全然だからじゃあイケメンそうですねだから面白いっていうことがまず私は第一条件あだからそれは共通してるよね人ってさ、うん、もうなんか努力しなくても女の子いっぱい寄ってくるから、うん、つまんないの、うん、でも、うん、モテない、そうモテない男の人モテない努力してだから例えば背がちっちゃい人とか、うん、そのなんか何かないと女の子が、そうそうそう女の子と話す機会ないっていう人ってさ、うん、なんか頑張るじゃん、うん、そうでそのお金稼いでみたり、うん、面白くなってみたり、うん、例えばカラオケとかで自分が歌をなんかいろいろレパートリー増やして盛り上げるとか、そういうのを自分にいろんなのやってきて出来上がるキャラクターだから好きになれますね。ただのイケメンは座っててなんか、そうそうそう。なるほどなるほど。だから飾り物ですよね結局。そうだからその隣に見てくれたら隣に見てくれたらまあ他人からの目線としてあいよねって注意を増やされるようなねイケメンはそうだけど。確かに自分が一緒にいたいかどうかと思うのは内面見ますよね、うんうん、そうそう、うん、
だからなんかナンパでイケメンかどうかは全然問題じゃないよね、うんうん、むしろ男性に対してイケメンかどうかはあまり気にしない。そもそも気にしない、うんうん、だって全然ハゲもデブも付き合ってきてからあまりそこはだからそ例えば頭薄かったりしたらその、うん、頭薄いのをネタにして話してくれとかだから、うん、そうだね、もう笑ってるだろ、ね、もう本当に自虐されてさ、そんななんか、うん、もう通りすがりの私にそんなことさらけ出してくれるのって思ってさちょっと話しちゃうかもしれないよね、キャラが可愛いし、ね、そんな人無視できないじゃんだってついていっちゃう。そう、まあ、でもこれすごい貴重な意見を聞けましたね。なんか、うん、じゃあちょっとナンパとかに限らず、あ、そうですね、あのちょっとどういう人と付き合うならどういう人がいいとか、まあこれまでどういう人と付き合ったとか、どういう人そういうのってどうですか、付き合いたいか、うん、難しい、あんまり要はじゃあ、どうしよう、あんまりタイプがどうとかじゃなくて、まあ、うん、気づいたら好きになってたみたいな、そういうのが多かったこれまで。そのあ、私は、うん、相手が好きになってくれて付き合う、うんうん、人だったから、超意外意外じゃない、もっと主体的に自分からガンガン、そうでしょ、そうなの、うん、なのに、うん、付き合う人は、うん、相手が好きで、うん、あの私が振っても、はいはいはい、めげずにだから、うん、来る人と付き合ってきた。結局そういう人に弱いよね、うん、そうなんですよね、結局は。じゃあ私は試してるのもある、うん、一回断ってやめちゃうような人は抑えちゃうなって思う。好きなの私のことみたいな。そうだから前の根性見せろ。あの7年の彼もそう。1年、最初が中3で出会ってて、その時の、ライブに行った時に彼が、うん、あの歌ってて一目惚れしてくれて、連絡先を誰かが聞いて連絡くれて、その日に告白されたけど、私初対面だから、うんうん、ああ、誰だろうって、そうそうそう、本当なのって言うよりも知らないし、まあ、知らない、ね、そんな知らない人がいきなり付き合うって、どれどれそうそう、いや、ごめんませんって言って、うん、で1年後、うん、またまだ好きでいてくれて、でそれでやり取りして、うん、で、まあこんだけ、ま、なんかやね、うん、好きでいてくれるんだったらってなって、うん、ってまあ、あの自分が学校行ったのが千葉で、彼も千葉に住んでて近かったから、うん、でなんていうの、会うのが、まあ、頻繁になったのもあって付き合うようになったっていうのがきっかけかも。なるほどなるほど。どういう恋愛しました？でもなんか好きになるきっかけって、うんうん、私エッチしたいかどうかだと。あ、なるほど。あ、じゃあそれはじゃあ男として、そう、なんか男として、うん、男として見てるかどうかっていう、見れるか、友達からって絶対ない。あ、ただの友達、ただの面白いやつとか、そう、なんかもうこの人と会った時点で友達カテゴリーか、うん、好きな人カテゴリーかって分かれちゃう、勝手に。おお、なるほど。で、別にこっちのその好きな人カテゴリーとも友達にはなれるけど、うんうん、なんだろう、もう完全に友達カテゴリーの人とは、うん、友達カテゴリーから彼氏に来る人はなかなか難しい、ね、でもそういう女の子もいると思う。敗者復活戦はもういやじゃなく、うん、友達の人接してきてて、うん、え、そうだったのっていう、うん、あの衝撃ありますね。あー、そっか、そう、そういう風に私のこと見てたのみたいな。そうだから普通にご飯誘われるから行くけど、うん、ちょっとなんかショックじゃない。あ、ショックなんだ。ショックっていうか、なんかちょっと、あ、この先どういう風になっていくか。私は連絡取れなくなっちゃった。あのだから最初友達だったのに好きって言ってくれて、ね、えってなって、ごめんねってなって、彼も気まずくなって、あの友達じゃではなくなっちゃうっていう。だからそれも寂しいですよね。そう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 、友達減っちゃうみたいな。あそうそう、なるほど、うん、じゃあもう最初の時点でもう決まっちゃうってことね、ある程度、うん、友達でも、うん、あのだってそういうことができなければ付き合えない、うんうん、私の中でその、うん、エッチがすごい大きいから、うん、そのエッチ好きだもんね。で、うん、違う。違いますね、違う。恋愛じゃなくて好きなんだけど、それは言わないよってだけ。うなずいといて言うのはちょっと待ってじゃないよって。恋愛の中でその何を重視するかによるじゃん。そういう友達みたいな何でも、うん、なんだろう、素で入れる関係がいいっていう子もいない。うん、え、素で入れられる関係がまずあんまりないかも。だからもうなんかもうスピンとかでもなんかもうみたいな、スピンは全然余裕。いや、そうだけど、うん、そういうのを最初から出せるような関係がいいっていう子もいるし、なんかそう出せない人もいるらしいんですよね。やっぱ自分の顔にいいところを見せたいみたいな、うん、なるほど。なんかその私の場合はそういう人かどうかっていうので、うん、
意識の仕方が変わってくる。あ、要はもう女らしく見せようっていうか、その本当に男女の関係に、そうになっても、うん、大丈夫な接し方と、はいはいはい、ないよっていうのを全然見せる、その友達側の人は。要は友達側の人はもう自分は結構さらけ出す、もうさらけ出す、さらけ出すっていうか、その ないよっていう体で、うん、あ、なんかこういくかも、だからちょっとなんかどうなのっていうのが来て も、うん、来てもあ、ないよっていうのないよないよ、今度二人でとか、うん、え、みんなで行こうよみたいな感じにはなるけ ど、じゃあもう気づいちゃってるんだ、そう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 、気持ちに、うん、彼の気持ちに、だって告白されてないのに、二人で飲み行こうよだってイコールそうじゃん、全然私ほら全然行ける人だから分かってない、いや行けるけどその男の人が二人で飲みに行きたいっていうことはさ、うん、そういう関係に進展させたいっていうのは100%じゃん、あ、でも気づいてますね、うん、その時点で、うん、あ、私この人大事でそういうんじゃないなって思ったら、うん、もう行かないっていう、あ、優しい、優しい、確かに、いや優しい、気遣いですよね、そう気遣い、え、だって行きたくないもん、あ、そもそもね、そもそも、あ、友達だったとしても二人で何話すのってなっちゃう、あ、そこでそのなんか2人で生きても向こうがそういう恋を持ってるっていうことはさ、うん、なんかそういうことに発展させたいわけだから、でも私はそれ嫌だから、うん、だったら別にもう早いうちになんかこうしといた方がさ、なるほどなるほど、そ今後なんか期待させるのも嫌だし、期待させちゃう、そう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 、なるほどなるほど、普通に優しい、優しい、優しいとかじゃなくて自分がそういう時間を別にそこに割きたくないだけだし、なるほどなるほど、ちょっと話変わるんですけど、はい、次行きましょうじゃあ、 あのね、エッチできるかどうか、エッチしたいと思えるかどうかっていうのが、うん、その割と付き合うかどうかの、うんうん、あのちょっとねポイントみたいな話だったと思うんですけど、うんうん、付き合ってから、うん、結構エッチするのどんくらいですか私稀な人だったから全然あれかも、うん、そんなに回数いかないですね、彼自身が、うん、まあ、起業するっていうところもあって、うん、会う時間とかも、うん、月に1回会えればいいぐらいだったから、長いと半年会わない時もあるし、え、その付き合ってから付き合い始めてから、うんうんうん、付き合ってなってから1回目のエッチするまでどのくらい、うん、すぐその日ってこと、あ、付き合ってから、うん、私やってるから、やってからそっか、そのなるほど、そうだよね、そのパターンは、うん、あー、なるほど、もう好きって気持ちもう1年間を知ってるから、うんうん、もうその流れで、うん、あ、はいはいはい、だからやって付き合ったみたいなの、うん、ちょっと同時進行ですよ、結構さ、はい、女の子それ多いよね、あ、だからそのエッチしてから好きになったみたいな、うん、あ、はいはいはい、結構いない、うん、私友達結構いる、うん、しないないけど好きになった、なんかそのすることで好きかもって、うん、多分自分を正当化するじゃないけど、うん、っていう子もいる気がする、その方が楽かも、うん、うん、もう考えてきて、既成事実っていうかができてから、うん、そうそうそう、もうだからさ、それでさ、もしそこでなくなっちゃったら超辛くない？何がなくなるんですか？エッチしてさ、もう、うん、違う、もう恋愛、うん、あ、違う、やっぱ違ったわって、そう、うん、辛っ何それ、ただのやり投げに、結構人それぞれな気がするそのね、エッチまでってとか、じゃあ、セフレの方がいい、早いってことですよね、何回かやって打ち口に、うん、じゃあ、なんかいい感じだね、うん、付き合おうかってことですか、の方がいいってことですか、いや、わかんないけど、そういうのもある、うん、あるんじゃない、うん、ああ、そういうのもあると思う、うん、うん、なるほど、なるほど、じゃあ結構、じゃあその子によるのかな、その人による、いや、だからナンパでついてってエッチして帰るとかも意味不明なの、ナンパでついてってエッチしないわ、本当にあるの、そういうのっていやね、あるんじゃないですか、でもだって、連れ込みしてるでしょえ、待って、ね、こっち的に聞きたいのは、そのでその後にその子から連絡来るってこと、うん、連絡、うん、来るね、来る時もあるし来ない時もあるの、え、あ、そ、どっちやった後ってこと、そうそうそう、それでってことは女の子的にはありだなって思ったからエッチするわけじゃん、うん、そうそう、だからそのありだなの後に何もなかったらさ、うん、悲しくない、女の子はね、そう、あ、だから女の子から連絡するのかなって思ってた、ああ、来ちゃう、もちろん女から来たり、あ、おうよみたいな、え、うん、もうあるし、こっちからも連絡することもあるし、へ、その付き合うこともあるしみたいな、とか、あ、そっか、まあいろいろ、
付き合うことあるんですね、ヤスさん。付き合うことある？恥ずかしい。いや、彼女作らないでどんどん女の子行くのかなと思って、付き合うんだ。でもさ、そのナンパしててさ、すごいいいなって思って付き合いたいなって思うこともあるでしょ。あ、もちろん。逆インタビュー。逆インタビューだからさ、そういう風になったらちょっとさ、なんかナンパできるの。あ、まあそれとこれと、仕事とこれ別みたいな感じか。企業秘密。その辺はね、そうだよね。あ、いやでももともとナンパ始めたきっかけは、うん、そう、出会いがなかったから、うん、全く出会いなくて、じゃあ出会いどう作ればいいんだってなった時に、あの、いや、いろいろその合コンとかそのマッチコンとかあったけど、あまり微妙だったから、じゃあナンパするしかないってもうなって、でナンパして付き合ってたりとかもしたし、で、まあ、別れてまたナンパして付き合ったりとか、まあ、そこがさ、その、うん、ナンパした時にその出会いを求めてナンパしてますっていう感が出せた人は多分付き合えると思う、うんうん、ああ、なるほどなるほど。でももうナンパですっていう、あ、はいはいはい、うん、番号欲しいです、エッチしたいですっていう感が出る人はきっと、うん、彼女には繋がんないと思う、うん、だからそう、私言ったらいいんだけど、そもそも彼女欲しいと思ってやってるんですかね。そう、だからそこがこの人本当に彼女欲しくてやってんのかなってこっちが感じればありじゃん、うんうん、ああ、うん、本当に彼女作りたいんだろうな。そう恋愛したくてナンパしてるんだなって女の子が感じればありだから、なんかそこから関係を発展するけど、うん、なんかそれを感じなかったら無理だなと思う、うん、なるほどなるほど。チャラそうって思って終わり。だから私普通にそのナンパ、うん、ハチ公前とかさ、ナンパが明らかに違うのあるところより、ところよりね、あのコンビニとかスーパーとかで声かけられた方がえってなる。あ、えってのは、え、まずありますかそれを。だからね、そう、私の友達は、なんかそのナンパ結構よくする友達は、うん、そのなんか別に場所とかどこでも、男性、うん、そう、男性、だから、うん、その出会いだから、要するに、うん、コンビニ行ってても駅ですれ違っても、うん、そういうなんかこうノーマルじゃない、ナンパとしてノーマルじゃないとこの方が成功率が高い。あ、日常に溶け込んだ感じの。そう、だからスーパーとかでさ、なんかこれ大根こうやってやってる時にさ、うん、声かけられたらさ、いや完全に私のこと好きだったんだなって思うじゃん。でも渋谷で、まあ、見てるなと思うでしょ。だってスーパーだもん、ここ、うん、あ、スーパーでナンパしようと思って、うん、男の人って入ってこないじゃん。なるほどなるほど。普通になんか買い物に来たのに、うん、なんか可愛い子いるみたいになって、うん、ナンパしたなっていう構図が出来上がる、うん、勝手に、はい、要は渋谷の道とかだったら、うん、誰でもいいから声かけたんじゃないか。そう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 、だからナンパしに来てるってことですよね、彼、うん、らはその場所的に言うと、はいはいはい、でもか、ボーリング場とかさ、なんでボーリング場って、例えば、あの、サヤとかね、この本、DVD とか、なんか、だから、もう、ガム、あれですよね、ちゃんと向き合う、そういう人との方が、うん、あー、なるほど、なんか、ちょっと真剣度が変わってくる、声かけみたいな、ね、そう、私的に、その人がみたいな、でも、ナンパをしてるっていう感覚じゃなくて、うんうん、普通に声をかけてるっていう感じのやり方の、うん、結局はナンパにつながっちゃう行動が、うん、多分、うん、ナチュラルに感じますよねってこと。そうそうそう、よりナチュラル。そうそうそう、だから、ね、普通にさっき言ったスーパーもそうだし、うん、普通の日常で、うん、でも好印象じゃない、でもスーパーのナンパとか、普通にそっちの方がいいですけどね。まあ、対面中的にはもういつでも、どこでも大丈夫、どこでもいいですけど、ね、ちょっとなんかちょっとハテナみたいな顔してるなと思ってたんだけどよく見づきないかもあるけども、全然だってもうどこでも、ね、どこでもないですからね。だって家帰る直前に、うん、スケートボードのほらね、あのお兄ちゃんたちに声かけて、うん、公園ついていくっていうね、感じだから。じゃあ、まあ一般女性からしたら、ナチュラルな、ナチュラルな方が。なんかおすすめする。その方が話とかちゃんと聞くし。うん、だから、なんかね、声かけのコンサートとかする時も、うん、渋谷とか、ああいうところのね、表参道とかストリートでやる、スーパーバージョンやってました。スーパーケットバージョンじゃなく、カフェはでも静かすぎてあれですけど、まあ、別にね、ほら大学伝え、うん、カフェとかもいいじゃない。あ、カフェね。でもカフェ声かけ結構大変じゃないですか。だって、そうなの、カフェ、静かなところ、そうそう、静かで、結局パソコンの窓みたいに、パソコンやってるから、大体前の人スマホとかイヤホンしちゃうから、うん、そういうとこじゃなく、例えば本屋とか、ツタヤとかだったら、
まあ少ないかもしれないし、うん、本探しに歩くから、うん、そういう時に、うん、あっってあの二人ってわざとらしさしかなかった、わざとらしさしかなかったけどさ、じゃあ同じ本みたいなところ手にかけるみたいな、お姉さんもこの本を探してる、そう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 、それはちょっと嫌かも。例えばだよ、じゃあトイレ行きたいんですけど場所どっちか分かりますか、うん、って声かけるのでもいいし、うん、こういう本探してるんですけどコーナー知ってますか、うん、とか、うん、もうなっちゃうらしいけど、でもまだまだマシかな、まだマシでしょ、本屋で買うときは、はい、それだったらまだいける、スーパーの方がより難しいでしょその大根美味しそうですねって言って今日何作るんですか、今日は煮物ですかみたいな、何関係ないから、僕作りましょうかむしろ一緒にみたいな、怖い爽快かちょっと、ね、難しいね、でもただでも、うん、そのなんかすごいシーンとしたとこで、うん、こう声かけてきたらちょっと女性としても恥ずかしいみたいなのってないですか、なんかいきなりとは思うよね、まず、なんかもうそうでもないかも、あ、だってシーンとしたらそうですよ、なんか周りも人がいてねえとか言われたら嫌だけど、自然な感じだったら、そうそう、自然な感じだったら全然、あ、なるほどみたいになる、あ逆に聞こうとしちゃうかも、あすいませんみたいな、どうしましたみたいになっちゃうかもしれない、なるほど。そう、かわいい。逆になんか、小声でね、こっての。なっちゃう。出したんですか、そう。いいじゃん、静かナンパ、いいじゃんね。静かナンパ出ましたよ。静かナンパ、ささやき声で、ね。ささやき声でナンパしろ。耳元で。キモ。キモ。なるほど、静かなとこではささやけと。ささやけと。なるほど。じゃあ、そうですね。あとは、まあちょっとね。まあ、さっき軽くちょっとエッチの話出ましたけど、出ましたね、忘れてましたね、なんかその女性が気持ちいいと感じるセックスについて、女性が気持ちいいって感じるっていうか、うん、もう個人の問題、個人の問題プレイの問題じゃないですか、あ、この人はいい、この人は、いやでも、うん、私一つ言いたいのは、うん、何でしょう、はい、AV、うん、出た、うん、AV の通りは、うん、本当にダメだ、ね、なるほどで、それはさ、共通じゃない、うん、これはもう…バンコク共通かどうかわかんないけど、バンコク共通かもしれません、激しすぎたりとか、じゃあその…違うね、あれはなのか、うん、たったの作品だからねっていう、うん、要は男性が見て、興奮するように作られてるから、別に女性向けじゃないから、あの通りになってもいないです、そう、だからもし、うん、あれが本当にいいだって思ってる人がいたら、うん、とりあえずそれは捨ててほしい、うん、あ、その考えを捨てなさい、その考えを捨ててほしい、じゃあどうしたらいいんだっていう話だ、うん、そうですね、振られてるよ、確かに、じゃあどうすればいいか、パイマンジュさん、パイマンジュさんは、パイマンジュでも、うん、どうかな、でも例えば、うん、そのいきなり挿入とかじゃなくて、うん、あ、でも全然挿入あるよ、パイマンジュの元彼はあ、まあ、そういうのもありの人だし、あ、でもそれはあんまどうだったの、それあんまり、え、だってそれありだったの、それは好きだったら、それもいいの、あ、それもいい、そういうこと言っちゃダメだ、そういうと、きっと彼らは、あ、じゃあ俺の自由は思うがままにセックスしていいんだ、ダメだダメだ、じゃなく、うん、それは彼女たちをある程度満足させた年数があってからの自分だから、うん、欲望だから、いきなりそれやったらそりゃ嫌われるわな、そうだね、何言ってんの、いや、でも、うん、コミュニケーションじゃんって思う、うん、それは思います、そう、なるほど、だからそのなんか別にさ、うん、別に自分だけがしたいことしてやるんだったら別にさ、うん、マスターベーションと一緒じゃん、うん、だから別になんか反応を見ながら相性がいいとかさ、うん、あるめっちゃありますよ、え、わかんないんだけど私、嘘、それ自分が相性いい人とまだやってないですよ、え、そうなの、うん、全然違う、私みんな別に今までつけた人みんな気持ちいいって思う、うん、わあいいな、からそのなんかそのあの気持ちが何これみたいな、うん、ってこと相性って、いや、上手い下手とか、まあ、上手い下手、うまい下手が何が、そう、私も聞きたいのがどう、フィット感、フィット感私の形あります、彼の形あります、どれだけ近いあの密着度があるかみたいな感じ、え、でも逆にフィットしないってどういうこと、うん、それは自分の穴に合ってないえ、そういう感じたことある、うん、私はありますよ、私はだってほらあの彼がいて、うん、愛人もして、うん、他の人とやったりとかもあるけど、うんうんうん、
だから彼はすごい相性がいい人、ほぼ100に近いぐらいの人だったの、うん、で他の人とはやっぱ合わなかったし、うん、でなんで合わないかっていうと形とかもあるかもしれないけど、うん、まあ、大前提として心がないから気持ちよくないんだよね。そう、そう、気持ちいいだ、ベタ惚れだったら絶対何でも気持ちいいよ、うん、なるほど、形もある、形もある、形もある、なるほど。じゃあまあ、あまりテクニックがどうこうっていうかは、その人のこと好きだったらまあ自分が好きかどうかが一番強いかも、うん、そうだから、うん、テクニックはそのだから、うん、AV みたいなことをするやると、うん、大体、うん、99% ぐらいで嫌なこと、うん、逆に高い 99% 本当に逆に要はその男がただ自分が気持ちよくなりたいって、うん、と思ってるだけのセックスは、うん、というのと、うん、女性はこうやったら気持ちよくなるんだろうって思う、うんね、あ見ちゃって思ってだからこういうシミュレーションでこういうのっていう作品があって、うん、でそれを同じようにこういう風に持っていったら女の子は、うん、まあ、盛り上がるんじゃないかって思っちゃってるわけじゃん。だってもうさ、あれはさ、もう気持ちよく なるのが前提じゃん、その女優さんが、ね、そういうストーリーじゃない、うん、だって痴漢からあんなのダメじゃんわけない痴漢でって終わるわ普通におかしいやろだからさだから痴漢でって言って、あ、気持ちいいならないよだからあの女の子用の AV 見た方がいいんじゃない、なるほど女の子用の AV を見れば、うん、まあね、それがやっぱり女性がいいなって思うセックス、そういいし、なんかそのさ、うん、その女の子のリアクションを見ながらするにはさ、ゆっくりやんないとやっぱ分かんないじゃん、うん、リアクションが、うん、だからゆっくりなのがいい、うん、あれですね、ソロはダメですね、なんかソロはさ、だからその、うん、その、うん、それまでをちゃんと、うん、ああ、そうすればいいじゃん。そこまでちゃんと満足して。じゃあ例えば何ですか。その部屋に入ってからのその長さなのか、それとも部屋に入る前の部屋に入るってどういうこと？だから例えばご飯を食べて、じゃ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 爆笑で違うよ。違う。楽しい。ご飯食べてデートしてっていう段階があってのそれなのか、それとも全部全部最初から。うん、最後、最後まで出し切るいや、いいっすよ、いいっすよ、どんどん欲しい欲しい、うん、女の子が別に満足してからさ、うん、でもいいじゃん、そういう、なんかその、あ、そういうことが始まる、とかあるんだったら、うん、でも、それはさ、最初さ、すごいそこまでが短くて、うん、さらにその、うん、もう短くてでそっから、だから男の人がそれ後が楽しませるんだったらいいよ、でもやっぱもう、うん、そこ終わっちゃう、もう男の人的になんかもうファーってなるじゃん、うん、だからそれからじゃあ今度自分が奉仕しますって無理じゃん、多分、うん、だからだったらそこの前の部分でさ、うん、すればいいんじゃない、なるほど、ソロ、要はソロの人はちょっと出すまでにちゃんと気持ちよくさせてあげましょうって、他の人よりは頑張った方がいいよね、うん、なるほど、うん、おお互いが満足しないとね、やっぱり、うん、あとなんか自分が好きなプレーを言い合える状態になってるかどうかはすごい大事、うん、ね、自分自身をそのセックスの時に出せるかどうかっていうのがもう恋愛関係にめっちゃ私は影響してくる、うん、なるほど、とりあえずのセックスで終わるのか、うん、それともこういうのやりたいし、こ次これやろうみたいな感じでやっていけるかで全然分かれますよね、うんうん、長く付き合えるかどうか、なんかさ恋愛もさ、なんか相手のことを知りたいって思うから盛り上がるわけです、うんうん、確かにセックスもなんかもう、うん、はいはい、じゃあこれやってこれやってこれやってのパターンです、いつも、うん、ってなったらさ、もう、うん、もうそこから発展することがないじゃん、絶対セックスレスになると、なるほど、でもなんかこういうことしたいとか、ここは気持ちいいとかをどんどん引き出せる、男の人もそうだし女の人もそうだし、積極的な方がいいかもしれない、そう、だからそれをちゃんと本音を言えるような関係にしてくれると、うんうん、そう、うん、方がいいと、うん、なるほど、だから自分やっぱ言ってくれない人と女の子的には自分から言いづらいじゃん、あなんじゃない、ね、まあ、一般女性の意見はそうですよね、多分じゃ納得してるのですあ、なるほどなとなんかこっちからなんかさ、したいみたいになってもさ、うん、なんだろう、そのあ、ね、女の子からは言い出しにくいよね、それは、そういうことね、うん、まあ、コスプレした女の子がいるかどうかわかんないけど、コスプレはないけど、まあ、中にはいる、そういうなんかプレイみたいなのって、うん、あれじゃん、うん、だからそのしかもその新しい下着だったらその新しい下着っていうことをちゃんと言ってくれるとか、うんうん、あちゃんと気づいて、そのそう2人のセックスに対してこうポジティブな
なんか、うん、感情をお互いなんか持ってるっていうことが信頼関係にならない。ちょっと私はまず下着は買ってきてくれる、うん、どういうこと？あのまずね、ね、他の人違うからあれだけど、はいはい、私の場合はちょうだいちょうだい、その話その話ちょうだい、相手が下着を用意してきてそれを着用するよう言われるってこと。ちょっとじゃあいつもと違う、うん、すごいエッチなやつとかを、いや基本エッチなんだけど、うん、彼のそう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 、なるほど、基本エッチなんだけど、ね、うん、もらう下着をね、うん、だから、うん、彼がどういうの着せたいかとか、うん、こういうの今回可愛いなと思ったら買ったとか、うん、そういうことなんだけ ど、 もうそれを例えば、じゃあご飯行こうよって言って、うん、じゃあ席着きました、うん、はいこれって渡されて、ここで着替えてきてって言ってトイレに行って着替えてて、まあ、ちゃんと服着るよ、うん、中は違うの、中は変えてる、うんうん、でそれで着席します。おう、じゃあどんなんなのってなって、うん、こうやり取りその場でして料理が来て出ていくみたいな感じ。あ、もう、まあ、次ホテルなんだけどね、ここそうそう、なるほど、とか、うん、もうまずはまずそもそも私がノーパンだしで、はい、スカートのね、ノーパンです、スカートでノーパンね、うん、そうそう、でそれを言っとく、うん、で先に待ってて彼が来たら、ねえマジでノーパンなのって言ってチラッてやるとか私言わない、言わないでいきなりノーパンやる。へー、そう、なんかその方がなんかもう見た時えってなる。え、でもでも彼は来る前までに、うん、彼女はノーパンで待ってるっていう妄想ができるんですよ。確かにね、だからそれ盛り上げてあげた方がいいじゃない。だからあえて言うし、ああなるほど、なるほど、うん、そうそうそう、はいはいはい、演出ね。 あと時々困るのは下着を、まあ、取ってきてって、うん、取ってきて、そうそうそう、だから飲食店入ります、うん、下着取ってきてって、ああ脱いできてってこと、そうそうそう、でもさすがにさ、うん、夏場だとさ、うん、乳首立つじゃん、だからちょっとあんまり好きじゃないから嫌だけど、うん、個室だったらできるからそうやったりはするけど、そういうプレーはある。なるほどね、そういうのもなんかできる関係に、うん、あ、なるほど、それはだから私は大満足はできそうなんでしょうね。大満足は普通になんか割とね、うん、もう分かるじゃん、あの、うん、そういうのを受け入れてくれる女の子だっていうことが、うん、基本 OK。 そうでもなんかこう結構おとなしめの女の子とかだと、うん、なんかそういうのしたら嫌われるかなとか、キモがられるかなとか、キモがられるかなと思いますよね。男の子はもしかしたら思うかもしれないけど、うんうん、一般女性はね。でもさ、そうでもさ結局はそういうことを自分としたいって思ってくれてれば嬉しいじゃん。それはなんか別に趣味で、うん、そのどの女の子でもしたいわけじゃなくて、うん、そのあなたの、うん、そうそう、あなたとしたいっていう、あなただから見たいし、あなたの そうなの、それを見たいし、そうっていうのをなんか重要視して言ってくれれば、うん、全然なんか嬉しいよね、こっちは。むしろ、やろうやろうって思う、うん、しかもだからそういうおとなしい女の子がめっちゃ豹変する可能性とかある、うん、あるあるそういうのベタない男の子もこっちも豹変してる夜はだからなんかそういうのをベッドの上で激しいね真面目に話してんの私は、はい、だからそういうのを自分にしか見せないんだっていうことが分かれば、うん、もっと関係が盛り上がるじゃん、うん、友達の前だとこうなのに、うん、2人の時は2人の時の秘密みたいな、こんなのみたいな方がすごいな、楽しく、うん、特にセックスですよね。そう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 、だって他の人は見れないのを、うん、まあ見れるわけで、そうそうそう、盛り上がりますよね、気持ちはね、うん、あ、めっちゃ好きになると思う。そうそうそう、なるほどな、うん、めっちゃいいマット周りじゃんすごいいい感じでまとまった、いいこと言った、そう、いや、よかったですね、そんなと思うな、うん、まあ時間だけちょっと見ましょうか。おー、48分か、いや、めっちゃ喋ってるいや、でも、いや、すごい貴重な話聞けたと思うんで、まあね、一旦こんな感じで今回は終わろうと思うんですけど、はいはい、いや、きっともうね、この視聴者の皆さん、はい、すごい学びがあったと思うんでぜひ参考にしてもらえればと思います。じゃあ、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。